国道18号起点群馬県高崎市、君が余京都交差点付近国道18号終点新潟県上越市下原入交差点国道18号は群馬県高崎市から新潟県上越市に至る一般国道である。関東地方、長野県北部、新潟県上越地方総合間を結ぶ重要な幹線道路である。前線で品の鉄道や妙高はね馬、ま。 ライン等と並走している。また、おおむね上信越自動車道と並走しており、高速道路ナンバリンクでも E18 を継承している。上信越自動車道の開通後はその役割を譲りつつあるが、現在でも主要幹線道路として重要な役割を持っている。群馬県内では、薄い川に沿って走り、薄い峠を越えて長野県へ至る。長野県内では、 千球川沿いに、軽井沢や上田、長野、黒姫高原といった高原や盆地を通過し、妙高高原から、新潟県に入る。新潟県内では、関川沿いに緩やかに下り、妙高市を通って、日本海に面した港町である、上越市直越に至る。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過地は次の通り。 国道18号は、高崎市から、北作郡三尾田町は、中仙道、北作郡三尾田町から、上越市は、北国街道を継承する路線である。前者には、箱根峠と共に難所とされた、薄い峠を含んでいる。薄い峠は、1878年に行われた、明治天皇巡行に合わせて、とりあえずの改良がされたが、雨が降れば、 すぐにぬかるみになってしまうような簡易なものであった。実際、明治天皇巡行の前日にも雨が降り、腰を通すことができずに、天皇は腰を降りて、自らの足で峠を越えることとなった。1883年2月より、本格的な改良が行われ、翌1884年5月20日に一旦、落成した後、 1886年に雨水振動が完成した。工事に際しては、長野県が国庫補助を受けて担当し、公費およそ8万円をかけ、辞任は延べ30万3000人に上った。現在の国道18号にあたる、この振動に沿って1893年に新越本線が開通した。当初は、 主要地方同士も似た軽井沢線が通っている、ワミ峠ルートでの付設が有力視されていたが、振動の開通により資材運搬がしやすいという理由で振動に沿ったルートに変更されたものである。なお、新越本線の開業前の1888年の1893年には、振動上に馬車鉄道の薄い馬車鉄道が付設されていた。 1885年の内務省国時代6号国道表では、国道5号、東京より、新潟港に達する路線に指定された。1920年市港の旧道路法に基づく、路線認定では、高崎長野は、国道10号、東京市より、秋田県庁所在地に達する路線、長野以北は、国道11号、東京市より、石川県庁所在地に達する路線となった。 1932年10月から翌年10月にかけて全面的な改良が行われ、公費37万8000円が費やされて、延べ21万1000人が工事に従事した。これによって福音が6.4メートルに広がったほか、勾配は15分の1以下、曲線半径は12メートル以上となり、一部の区間について1車線分をコンクリートで舗装している。 この工事の記念碑が県境に建てられ内務大臣山本達夫が大事を書いている。1952年12月4日には新道路法に基づく路線指定で一級国道18号として指定された。1965年4月1日道路法改正によって一級、二級の別がなくなり一般国道18号となった。 薄い峠の区間は1956年から、拡幅や改良、舗装工事が進められていたが、屈曲部が184箇所もあることなどから、交通量に限界があり、南の乳山峠を通る薄いバイパスの建設が1966年から始まり、1971年11月に開通した。日本道路公段管理による有料道路となっていたが、 2001年11月11日をもって無料開放された。1974年7月28日未明、国道の西方に位置する新潟焼山が噴火。中郷村、荒石付近の路面には火山灰が堆積。タイヤで巻き上げられた灰により極端な視界不良となり、それに起因する交通事故も発生した。百七十六年一月二十日。 豪雪のため、上越市高田地区の上下線で、約600台が立ち往生。22日から自衛隊が救援に当たり23日午前までに、解消。2011年4月1日に、指定区間の起点が、高崎市並江町457番の1から、高崎市並江町457番6に、変更された。上田バイパス。 長野県上田市住吉上、新バイパス、新潟県上越市三田新殿国道141号との、重複長野県小室市平京領土の駅、関東地方整備局管内北陸地方整備局管内。ありがとうございます。